祭りの様子らトマティーナは、スペイン王国バレンシア州の町、ブニョールで8月の最終水曜日に行われる、収穫祭。日本語では、トマト祭りと呼ばれている。祭りの間だけは、世界中から、町の人口の倍以上の人が集まり、互いに熟したトマトをぶつけ合う。トマティーナは、前夜祭りから始まる。 前夜祭りといっても特別な催し物があるわけではないが街はイルミネーションで飾り付けられ大通りには屋台が立ち並び街中には移動遊園地などもやってきて互いに酒を飲んだりダンスをしたりして盛り上がるなおトマトをぶつけられては困るものや一部の家屋ではトマトで汚されない用通りに面している壁をビニールシートなどで覆うことで祭りに備えるこれらは 死から補助金が出る。パロ・ハボン棒の準備中。白いものが石鹸。トマティーナの最初に行われるイベント。パロ・ハボンとは、石鹸棒という意味。午前9時頃、街中に、石鹸が塗りたくられて滑りやすくなった木の棒が、立てられる。棒の先端には、生ハムがくくりつけられており、大勢の人がその生ハムを取るために棒をよじ登る。しかし、 登ろうとする人に放水したり、さらに棒の長さも数メートルはあるため、なかなか取れるものではなく、生ハムが取られるまでに早くても数十分かかる。過去には結局取れない例もあった。生ハムを取った人は、にわかにその場の英雄となる。パロハボンをしている際は、町の住人は通りの群衆に向かって、上の木座端からバケツで水をかけたり、 ゴムホースで放水したりする。パロハボンが終わらないうちにトマトを投げるのは禁止されているトマト投げ返し、パロハボンでハムが取られると群衆からトマトを求める声が上がる。やがて役場の合法を合図にトマティーナが正式に開始される。トマトを満載したトラック数台がプエブロ広場を中心に走り、トラックの荷台からは市の職員がトマトを トラックの外に投げ、それを群衆は誰彼構わず互いに投げ合う。ある程度トマトが減ってくると、トラックは荷台を傾けて残っているトマトを一気に落とす。通りにいる人はトラックに引かれないよう十分注意しなければならない。このようにして街はあっという間にトマトで満たされ、群衆はトマトまみれになり、街中には潰されたトマトの湖さえ出来上がる。 なおなどのルールがあるが、特に衣服のことについては、必ずしも守られるわけではなく、加熱した人によって、シャツを破られる人もいる。またルールではないが目を保護するゴーグルの装着が、進められており、トマトまみれになってもいいよ、水着を着て参加する人も、多い。トマト投げ終了放水家屋が、シートで覆われているのもわかる。最初の合法から1時間後、 祭りの終わりを知らせる合法がなり、祭りは終わる。街はあらかじめ用意した散水車で、壁や通りのトマトを洗い流し、人々は、放水や街角に用意された仮設シャワーで、トマトまみれになった体を洗い流す。また一部の親切な住人は、通行人に、ホースで水をかける。このようにして、数時間後には、トマトは、完全に洗い流され、トマティーナは終わる。 平時のブニョールトマティーナは1940年代半ばに始まったが、その起源はよくわかっていない。起源については、野菜売りのスタンド前での喧嘩でトマトを投げ合った、住人同士での階級闘争、パレードでトマトが一斉に投げられた、調整に不満を持つ住人が、町の祝賀会で、町の議員に向けてトマトを投げつけた。 戦争が終わってこんなに真っ赤になっても死なないぞというメッセージなどがある。その後毎年同じ日に同じようにおのおのトマトを持ち寄って投げ合うという初期トマティーナができてブニョールもその日をトマトの日と定めた。しかし毎年だんだんと過激になってきたことを受けてブニオールは1951年には禁止し強行しようとした人々を逮捕した。 それにブニョールの住人から猛抗議されたことで、警察は逮捕者をすぐに釈放し、翌年からはまた開催されるようになった。しかし1957年に再びトマティーナは禁止された。人々はトマトの葬式という名目でトマトを缶を一杯に詰めて祭りの禁止に抗議した。1959年にブニョールはトマティーナのルールを定めた。 それはというものであり、これはルールを作ると同時に、祭りを行うことを正式に許可するものであった。やがて祭りは、国際的なものになっていき、それまで参加者がおのおのトマトを持ち寄って投げ合っていたが、1975年からは、投げられるトマトもブニョールが用意するようになった。2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、4月22日に、 中止が決定された。トマトを運ぶトラックの様子 JFNC 森の散歩道2011年8月27日放送 AB フィエスタデラトマティーナハットトマト祭りの中止が決定。延期開催の日祭りは地球の歩き方スペインバレンシア特派員ブログ2021年1月30日閲覧 ジャクソン、アンジー、コロラドトマトウォーリバイブドアフター20、イヤーアーマスティス。ザガゼット、h t t p w w w. a z ッ c o m アーティクルズ、ウォーマイナス12305フェイスワークド、<S <S html ハットアルバン、ハビエルエー、ゼイドホワット、エカルチュラルエンサイクロペディアオブエクストラオーディナリー、アンドエキゾチックカスタムズフロム。 アラウンドザワールド、エーカルチュラルエンサイクロペディアオブエクストラオーディナリー、アンドエキゾチックカスタムズフロムアラウンドザワールド、ABC、クリオ、ピアニッシモ、309、ISBN978 から1から61069324、https コロンスラッシュスラッシュブックスドッグーグルドットコムスラッシュブックス、ID、イコール E にライベーオクバジアンド、 ピコグラムイコール PA309AB ラトマティーナトマトフェスティバルインスパイアーズトマトバトルイン USA オッドカルチャー2018年2月12日閲覧トマトロンプザイストサイド2018年2月12日閲覧ありがとうございます